イメラジオ第2070回。今日は令和2年3月31日火曜日です。時刻は午後8時、姫路城西。火曜日の夜8時、今年の3月はもうすぐ終わって、明日から新しい4月1日です。ウイルス騒動なんかに負けてられないですね。明日4月1日、私は関西から横浜に戻ります。また新しい戦い、そして出会い始まります。でもなんかウイルスのニュースばっかりですね。こちらは横浜のお家にはテレビ置いてませんが、こちらにはテレビがあって、あるいは温泉も行きましたから、嫌でもテレビ見ることになりました。なんかウイルス報道ばっかり、しょんぼりしてしまいますね、こんなんだと。負けないぞと、もう私はもう思ってますね。明日からの4月、頑張んないと。さて、2070回目の「夢ラジオ」、今回は戦国の武将北条氏政取り上げます。北条氏政、五北条、あるいは小田原北条と呼ばれる五代の中の四代目、氏康の息子ですね。この北条氏政が武田から妻を取り、そしてその子北条氏直、この氏直5代目の時、秀吉の北条攻め、小田原攻めを受け、そして小田原北条は滅亡。これが天正18年、1590年、秀吉が攻めてきた時、あるいは攻めそうな時、主戦論張っていたのは今回の主人公4代目の氏政。この時には氏政が隠居し、けれど氏政氏直の二頭体制で動かしていました。一代前の氏康も一定の年齢になると氏康氏政の二頭体制で政権運営だから、それがまあ北条の伝統といえば伝統だったんでしょう。秀吉に対して主戦論を張り、そして結果はというとろくな戦いもなく、小田原城は開城、そして北条は国を取り上げられ滅亡しました。ですから北条が滅亡した原因はこの4代目の氏政だ。あまり人気もなく、時代劇で描かれることもほとんどない。しかも小田原評定という言葉だけ残り、秀吉の20万の軍攻めてきた時、どうしようどうしようと言いながら時間ばかり空費。ですから会議が何の実りもなくだらだら続くことを今でも小田原評定、そのような不名誉なことわざというか、不名誉な表現ですね、ことわざとは言わないね、不名誉な表現として残ってしまった氏政。けれど素早く付け加えておかねばならないのは、この氏政の時、実は北条半島は最大に拡大したということ。だから氏政なりに努力の跡は大きく見える。けれどその努力が裏目に出た。そして最後の最後は人生のどんでん返し、今までの努力がパーになった。
このことはちょうど同時期、甲斐信濃を任された武田勝頼にも言える。勝頼の時、武田の藩とは信玄の時代超え最大になりますが、そこから武田家滅亡まではほんの少しの時間しかかからなかった。北条も同じ。この氏政、勝頼、この2人は、同世代で、そして北条と武田という大きな家を若くして任され、両方とも父親が偉大であった。そして家潰した。どちらも切腹ですね。氏政がまだ父氏康と二党体制で政権運営を始めた時、この時はもう武田信玄が桶狭間の後、駿河へと攻撃するしないがテーマになっていました。つまり公、宋、駿三国同盟を破棄、信玄がね。義元いないんだからもう守る義務ないじゃないかと信玄なりに考えたのかもしれません。ところが北条としては武田に駿河や遠江取られてしまうと、武田が強大となりこちらがやばいと。ですから北条としてはパワーバランスの観点からも、今川氏政義元の嫡男ですねを応援。とはいえこの氏政が、氏政じゃない、今川氏真だ、失礼しました、義元のお子さんですね、今川氏真、これがまた国主の器になく、結局今川は四分五裂滅亡してしまいました。そして勝頼軍が駿河を抑えたとはいうものの、それもあまり長くは続かず、結局武田の甲斐、そして駿河、遠江、この辺りは全部武田家滅亡の後徳川がごっそり持っていくことになりました。徳川はまずは三河、そして遠江、駿河、甲斐、信濃、大大名になりましたね。そして伊豆より東、そして北は北条がまだ守っていた。武田の滅亡後はこんな勢力図になった。氏政に戻ると、氏康と二党体制でやっていた時、武田が南下してきた。そして今川の氏真、これを応援したんでしたね。そうすると氏政の敵は勝頼、そしてとなると越後の謙信とは和睦しとかないといけない。ですから氏政は基本的に謙信とは和睦、そして勝頼と対立。ところがいくら和睦してもこの謙信、上杉謙信と今回の主人公北条氏政、これの仲がしっくりこない。この北条と上杉の和睦、ほとんど機能しなかった。父氏康も伏せるようになってからは、この息子氏政に謙信とはもう手を切れ、そなたは信玄を頼れ、信玄と再び和睦するのじゃ、そなたの
子らには武田の血が流れておる。信玄と和睦せよ。父氏康としても氏政の性格上謙信とはうまくいかないだろう。今後もそれなら同盟関係が長い武田頼った方がまだいい。そして氏康の死後、氏政は確かに武田と和睦。ですから勝頼とも最初は和睦したんですね。そして越後で小立の乱が起き、家督争い、上杉景勝と上杉景虎。この景虎は北条から上杉に送られた氏政の弟、まあ人質なんですけど、それが家督争いに担ぎ上げられるまでになった。ですからこの上杉景虎もそこそこの器量あったと思われます。人質に送られたその家で家督争いの片っぽに担ぎ上げられるほどの器量はあっただろう。当然氏政はこの時は同盟結んでいた勝頼に景虎の支援を要請し、そして勝頼も景虎を応援するために信濃へ軍を進め、けれどここでもう一方の景勝の方から勝頼に和睦の条件が出され、これがまたいかにも勝頼にとっては飛びつきたくなる条件。上杉と武田の長年の懸案であった北信濃、この北信濃の領地を武田に譲ると。しかもその譲られる領地は少しではあっても、上杉、つまり越後の領地をも含んでいた。そして佐渡の黄金。勝頼はこれで父信玄の版図を超える。しかも景勝と景虎の和睦調停なわけだから、どちらからも恨まれる筋合いのものではない。飛びついちゃったんですね。この家督争いが織田の乱、謙信が亡き後。けれど一旦和睦が結ばれたように見えて、勝頼が兵を引いた途端、景勝と景虎の間ですぐに争い、そして景虎は最終的に切腹させられた。景勝が勝ったわけですよ。後の五大老上杉景勝はこのようにして誕生しました。弟を自刃自決に追い込まれた北条氏政は勝頼に対してカンカンに怒り、この織田の乱の結末を機に北条と武田は絶縁、同盟も破棄。勝頼はこの氏政との同盟がなくなった、北条を敵に回したことが結局天正10年1582年の武田家滅亡の原因であった。武田としては、つまり勝頼としては北条も敵に回す、徳川も敵である。まあ上杉景勝とはこの織田の乱の経緯があるので、仲良くできても、ここで織田信長に西から攻めてこられたらもうアウト。西から信長、南から家康、東から氏政、武田はこれでアウトですよ。戦力を分散させねばならない。ちょうど大東亜戦争で日本が
半島を広げすぎてボロ負けし始めたのと似ている。勝頼は信長との和睦を切望するのですが、信長がその勝頼をいいようにあしらい、最終的に武田家を滅亡させた天正10年です。そして氏政はこの武田家を滅亡させた信長の力に舌を巻き、これ以前からね、これ以前から氏政は、北条氏政ですよ、織田信長には何回もの使いを贈り物をし、ですが武田家滅亡の後はもう信長の力恐れ入り、前にも増して贈り物、そして恭順。武田が滅亡した後、織田信長の名代として滝川一益やってきますから、この一益に対しても氏政は恭順。氏政は信長に対してはもう徹底的に恭順しましたね。けれどこの信長も本能寺で倒れ、そして滝川一益が方々の体で逃げ、この頃に氏政は息子氏直に家督を譲り、二等大政。武田亡き後、北条は上野を切り取った。だから武田家の滅亡で北条もある程度得はしたんですよ。それまで武田とずっと争っていた上野、ここを取った。そして甲斐信濃は家康の切り取り次第でしたね。そして上総下総、ここにも半島広げ、氏政の時代に北条は最大の半島となりました。けれどもう先ほどの勝頼の例でも分かるように、身の丈に合わぬ広い領土を持つと、それは滅亡への原因。氏政の代では滅亡しなかったけれど、その後氏直、この時に信長の後を継いだ天下人の秀吉が上洛要請、氏政、氏直、さっと上洛しとけばよかったんですよ。そして秀吉の家臣になっとけばよかったんですよ。けれど我らは関東武士である。関東こそ武士の発祥の地である。秀吉みたいな草履取り平伏すことできるか。プライドがあったんでしょうね。上洛しなかった。そして小田原征伐、北条征伐、20万の軍で囲まれ、海も遮断されたら、もう北条は干上がるばかりですね。結局関東のあちこちの城で小さな戦いはあったけれど、もちろん秀吉軍が圧倒的に優位。難攻不落の小田原城もそう簡単に落ちはしないけれど、勝ちが望めない、負ける、それが時間とともに明らかになっていく。天正4年に謙信が囲んだ時、それを追い払った。あるいは元亀3年、信玄が囲んだ時、それを追い払ったのようなわけにはいかなかった。時代が変わっていましたね、豊臣秀吉がやってきた時には。北条氏政、秀吉に最初から主従関係を
取っていれば、つまり家臣になることを肯定していれば、小田原北条は以降も長く続き、家康が関東に来ることもなく、日本の歴史も大きく変わっていたでしょう。イメラジオ2070回、今回は北条4代目氏政、お話しいたしました。ありがとうございました。